こんにちは、ビーデル久喜ヘアデザインの久喜です。今回はブリーチをして半年ほど経過した髪の毛をカットも交えて綺麗に修正していこうと思います。一度ブリーチをした髪の毛はカラーリングを行ってもまた日が経てば色あせて元に戻ります。ブリーチをなくすのにはブリーチをした部分をカットしてしまえば良いのですが、そのようにもいかないのが現実です。新しく生えてきた髪によりよくブリーチをなじませて修正をしていこうと思います。まずは大雑把に長さを決めて、いらない部分を取り除き先にブリーチをしていきます。今回はシークレットウィービングを施します。ヘアスタイルの表面に出てくる上の方だけにブリーチでウィービングを行います。サーフバレエ味でも同じことができます。上の方にウィービングを施す例です。細い毛束でブリーチを施していきます。もしくは毛先に向かってサーフバレエ味を施します。サーフバレエ味は毛先にたまるようにブリーチを塗りながら根元に向かってほうきで掃くように塗っていきます。ブリーチが終わればカットで形を作っていきます。カットのブロックです。第一オペレーション、第一パート、肩につく長さでカットしていきます。第一オペレーション、第二パート、はじめに切った長さに合わせて切ります。第二オペレーション、第一パート、ボルデュールです。中央を顎の高さでカットします。その後襟足に向かってカットしてつなげていきます。後ろは先に切った長さに合わせます。第二オペレーション、第二パートです。第2パートは毛束を水平に持ち上げて、先に切った長さをガイドに垂直にカットします。第3オペレーション、第1パート、第1パートはダウンシェイプにて、先に切った下の長さに合わせてカットしていきます。
第3オペレーション第2パートは、先ほど切った顎の高さの前髪と後ろに切った長さに合わせてカットしていきます。次はカラーを行います。カラーです。新しく生えてきた髪の毛のところへはベージュとアッシュを塗ります。ブリーチが残った毛先へは同じくベージュとアッシュを塗りますが、ブリーチで色が抜けているのでオレンジブラウンも少しプラスしています。完成です。初めに施したシークレットウィービングは明るく主張しすぎることなく毛先となじませてわからないようにしています。